見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー！キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes！熱いドリンク、はい。何も聞かないけど。君がしょげてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらって未来信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。マチマチマジです。素晴らしいリアル。呼んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yesやっぱチンクハー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえ、今度ここ行こう。あ、新しいカフェができたんだよね。なかなかおしゃれね。でもすっごく並ぶらしいよ。そんなの魔法でひょいひょいって。言っとくけど手動はなしだからね。うわひどい、リンコ。そんなこと考えてた。違う、私たちそんな悪いこと考えつかないよね。ええ、もちろん。まったく朝から騒がしいわね。あ、ジュエルペットは禁止のはずよ。ごめんね、ダメだって言ってるんだけど。ついてきちゃうんだよ。うるさいし目障りだわ。檻にでも閉じ込めておきなさいよ。それはちょっと言い過ぎだろ。どうなさったの？あ、葵様。いえ、今日もご機嫌うるわしく。めぐみ紹介するわ。うちのジュエルペットのプレーズよ。よろしく。あ、そう。かわいいでしょ。リョーコにもジュエルペットが？ありがとうございました。大人気の CC ドーナツゲットしちゃった。葵様を誘ってうちでお茶会でもしようっと。ヤッホー！10点。ルビーすごーい。ひひ、やったね。ごめんなさい、実は今リンコさんたちとジュエルペットたちがうちに遊びに来ているの。え、9点。めぐみさんも遊びにいらっしゃる？今度は私が。頑張れプレーズ。いえ、私は急に用事を思い出しましたわ。すみません、失礼いたします。お、みんなしてジュエルペット、ジュエルペットって。だいたいどうして私にだけジュエルペットがいないのよ。ミント様、あの子がどうかしたんすか？し、なんか訳ありな感じじゃないか。怪盗ミント様の勘がうずくんだよ。あっ、ジュエルペットが何よ。ガツガツドーナツを食べてるっす。大食い競争にでも出るんすかね。もしかして私のぷよかはナンバーワンアイドルの座を狙っているんじゃ。でも絶対無理だけどね。理由なんかどうだっていいんだよ。心に曇りや迷いがあるやつのそばにはジュエルチャームが現れる。
よし、あの子が今回のターゲットだ。というわけで、ダイアナ様、よろしくお願いします。ダークダークダイヤモンドアイズパワー。うん、よく寝た。そうだな、こんな爽やかな天気なら。あら、この声は宮本先輩。微妙に違うような。いや、全然違う。キモヤカ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 。あ、めぐみちゃんがいる。君たち、このキモヤカダイエット体操で綺麗になりたいか。あ、ダイエットするぞ。あ、ダイエット？え、どうして？あんなにスリムなのに？キモヤカ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 。めぐみさん、魔法師様、お願いです。このまま私を見なかったものとして通り過ぎてください。え、私ダイエットしないと恥ずかしくて、とても葵様に合わせる顔がないんです。ダイエット？どうして？そんなにスリムなのに。さあ、走りましょう。なんすか急に。早く行くんだよ。葵、めぐみちゃんがなんだか様子がおかしくって。ダイエットするとか。そうなんだよ、変なんだ。なんか嫌な予感。追いかけよう。うん、私も参ります。いつになったらジュエルチャームが現れるんだよ。毎度毎度全く読めないっす。ここだな、間違いない。ここにめぐみさんが。メタボ、メタボとは代謝が悪くなって摂取カロリーに脂肪燃焼が追いつかず。ねえねえ、そんなに気にしなくても。今のままでいいんじゃないのかな。それ以上痩せたら不健康だよ。逆に美しくなくなってしまうわ。本当？本当に私今のままで大丈夫？うん、大丈夫、自信を持って。いい加減なこと言わないで。もうほっといて。めぐみさん、どうしたらいいんだろう。私もうダメかも。これはジュエルチャームミッケ。おとなしくそれをこっちによこしな。キャハ。え、ああ、あんたたちもしかして。人呼んでセクシー&ゴージャス、怪盗ミント。どう、その左腕にしてぷよこナンバーワンガール、アオジさん。と、その右足にして究極のキモカワメーン、セレジ。貧乏暇なし、金なし、犯罪歴なし、
怪盗ハーブだ。ただいま参上。いただき。いやじゃん。パッキリュー。待て。パッパッキー。くそ。待ってて。今日はもう走るの嫌。こっちこっち。こっちじゃないってば。もうダメ。ほら。この。もう無理っす。ほら、もうちょっと。一体何がしたいのかしら。綺麗。それはレッドベリル、私たちの仲間だよ。え、じゃあこれがジュエルペット。へえ。めぐみちゃん、おはよう。おはよう。めぐみちゃん、朝ごはんどう？おいしそう。めぐみちゃん、私にもとうとうジュエルペットが。もしかしてめぐみさん、ジュエルペットが欲しかったのでは？え、そうなの？別にそういうわけじゃ。またまた、うりうり。ルビー、行くよ。私のジュエルペットは、うそうそ。大丈夫？めぐみさん、リンコには白いウサギ、ミナミにはピンクの猫、アオイ様にはお犬様、ここにも犬、そして私には美しさ、それは罪。ブタ！リルは美と浄化のジュエルペットなの。心と体をきれいにしてくれるんだよ。よかったわね、めぐみさん。あなたにもジュエルペットができて。ふぅ、わー、なんて美しい。何よ。なるほどね。あなたには心のダイエットが必要ね。心のダイエット？心のダイエットってなんだ？さあ、何かがあなたの心を重く暗く覆っているみたい。まるで脂肪たっぷりの贅肉のように。冗談でしょ。あんたみたいなのにダイエットなんて言われたくない。何ですって？どんな可愛いジュエルペットかと思ったら、よりによって豚だなんて最悪だわ。ま、この美しさがわからないなんてセンスのない子ね。リルは今年のミスジュエルランドなんだよ。ミスジュエルランド？ミスジュエルランドっていうのは、その年一番美しいペットに贈られる最高のステータス。涙なしには語れないわ。今年のミスジュエルランドは、まず準優勝はミスガーネットだよ。やったね、おかしいね。そして栄えある今年のミスジュエルランドとして優勝を勝ち取ったのはミスリル。ミスに選ばれたからって気を抜くんじゃないよ。ってわけ、来年こそ負けないわ。こっちこそ。猫と豚がね。素晴らしいわ。美しさっていろいろあっていいと思うの。ジュエルランドって奥が深いね。ありえない。人呼んで美のカリスマ、世の中の全てを美しく、それが私の
私のサイン本ですわ。タイトルは美しさそれは罪よ。ジュエルランドでは100万部突破の大ベストセラーですの。すごーい。まあ、へえ、ちっちゃくて可愛いね。本当に。美しいダイエットは美しい心から。ちょっとそこのあなた、私の魔法で美しくしてあげましょう。プルプルプリズムジュエリズム。いやおお、めぐみちゃん、間違ったダイエットは危険なのよ。美しいって一体何なのよ。わけわかんない。めぐみさん、追いかけよう。うん。またミント様に叱られてしまった。僕っていけないか。一体どこに行っちゃったのかしら。あれはまさしくとんかつ。とんかつ、とんかつ、とんかつ、とんかつ。呼んでくる。めぐみちゃん、ちょっとお話ししていい？うん。私のジュエルペットもあなたみたいな可愛い猫だったらよかったのに。めぐみちゃん、さっきはリルとつい張り合っちゃったけど、リルが素晴らしいジュエルペットなのは私も認めるわ。信じてあげて。無理だよ。自分を信じることだってできないのに。しかも突然わけのわからないことばかり。美しさって何？それはめぐみちゃんが自分で答えを見つけるのよ。めぐみさーん。めぐみちゃん、私たちやっぱり心配で。ほっといてよ。ほっとけないよ。トーン、トーン、カーツ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 、トーン。あ、リル、あいつらまさか。めぐみちゃん、私も行く。トーン、カーツ、トーン、カーツ、トーン、カーツ、トーン、カーツ。ミント様には内緒っすよ。こら、リルを離して。俺たちの豚っす。邪魔するな。一緒にとんかつにするわよ。怖い。いつもと違う。空腹でさっきだってる。黙っしゃい。私は美のカリスマ。とんかつなどには決してならないわ。美のカリマだか仕方か知らないが、それで腹が膨れるかい。あんたたち、いい加減にしなさいよ。豚は渡せないっす。それともとんかつをお裾分けしてほしい。リルのとんかつは美味しくないと思います。なんでそんなことわかるのよ。めぐみちゃん、別にあんたのこと好きで助けに来たわけじゃないわよ。私のことなんかどうでもいいの。大切なのはあなたのことよ。ねえ聞いて、あなたは自分が美しくないと思い込んでるだけなの。その思い込みが贅肉のように心を重く暗く覆っているだけなの。魔法でそれを取り除いてあげれば、心のダイエットさえできれば、あなたは誰よりも美しくなれるのに。リル、すごく綺麗に見える。どうして、ただの豚なのに。もしかして美しいってルックスのことだけじゃなくて。これ以上睨み合っても腹は膨れないっす。まずはあの豚から。ダメリル、美しいってルックスのことだけじゃなかったんだね。心も大事ってことだったのね。ええ、ちあんたたち、まだとんかつ食べたい？さあ
魔法で元に戻れるのね。ええ、でも私の魔法は 50%、 あとの 50% はあなたの魔法が必要よ。え、私魔法なんて使えないわ。大丈夫。女の子はみんな自分で自分に魔法をかけることができるのよ。ありのままの自分をぶつくしいと信じること、そして自分がもっともっとぶつくしくなれると思うこと、その思いは魔法と同じぐらい大きな力になるのよ。思いが力になる。ええ、わかったわ。リル、お願い。いざ、プルプルプリズムジュエリズム、レッドベリルジュエルフラッシュ。大成功。さすがミスジュエルランドね。あのね、リル、あの、もし住むところが決まってないならうちに来ない？え、もっといろいろ話したいから。ええ、ぜひ。よかった。今度はリルちゃんと遊びに来てくださいね。ありがとうございます。じゃあみんなで遊ぼうよ。ってことで今日はジュエルペットリルを見つけました。あ、ご苦労さん。これハーライト先生が南の島から送ってくれたマンゴー。うん、デリシャース。バイ。報告終わり。今日は疲れた。もうダメだよ、パック取ってから寝ないと。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかもみんな分け合いながら。ありがとうなんて言葉言えない、めっちゃ照れるから。仲間がそばにいるから今元気なのに、めげてた気分少し消えたよっていうか不思議。楽しさ分け合うと増えてく、広がってゆく。ランランラン、笑顔のループ一人笑えばほら繋がって、リボンで心結んだように、それは罪。ルビー博士のジュエルペット紹介。じゃあいくよ。おしゃれ、ポジティブ、ビューティフル、レッドベリルだよ。みんなリルって呼んであげてね。ジュエルパワーは心と体のバランスを良くすること。今よりもっと素敵にしてくれるよ。大好きな男の子をドキドキさせちゃうかもね。キャー。来週は誰かな。ちょっと見ちゃう。好きな人いるの？トウル様大好き。次回ジュエルペットはパオパオツインズアドベンチャーだよ。リンコです。ルビーファッションデザインコンテストのお知らせ。みんなにルビーのおしゃれな服を考えてもらいたいんだ。ハガキに書いてこちらに送ってね。選ばれたみんなには豪華商品が盛りだくさん。素敵なデザインはルビーが着てアニメに登場するよ。みんなのご応募待ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。